Thank you.
お集まりの皆様、記念すべき第10回アストルティアナイトコンテストの参加者を紹介しちゃうよ。全大会で好成績を収め、見事出場権を獲得した3名に加えて、ファルパパ神による特別推薦枠2名と総勢48人の予選を勝ち抜いた3名、合わせて8名による熱き戦いだ。まずは全大会の覇者の入場だ。苦節9年キュートの代名詞たるプリンスはナイトの座を守り通せるのか。見た目はキュート、生い立ちハード、酸いも甘いも噛み分けまくりのメギストリスを継ぐ者、ラグラス王子。ようこそホワイトショコラ城へ。前回のアストルティアナイトである僕ラグアスが皆さんを歓迎いたします。コホンと、堅苦しい挨拶はここまでです。僕たち今年もとびっきりの愛情を込めて素敵なスイーツ作ったんですよ。よかったら僕のクッキーを一番最初に味見しに来てくださいね。約束しましたよ。さあ、純ナイトのお出ましだ。クールなフェイスに熱きハートの水陸両用イケウェディ。上位常連である歴戦の実力者は今年こそナイトの座を奪還できるか。神出鬼没の孤高なる剣士ヒューザ。前回は長年のライバルラグアス王子がアストルティアナイトになって俺も嬉しかったぜ。おめでとうさん。だがここからは真剣勝負だ。記念すべき第10回アストルティアナイト、その称号にふさわしいのは俺だ。あんたらも分かってるだろ。大した自信だが、そう簡単には行かせない。おっと、ここで前回3位のこの男がまたまた今年も妙なとこから乱入だ。不敵な笑顔と紅蓮の髪、危険な香りにしもべ志願が100人待ち。目指せ主従揃ってナイトの座。ご種族、竜族、魔族に天使、全員まとめてメロンメロにしちまいな。果敢なる魔界の封印師ユシュカ。副官がナイトになってるってのに俺が不甲斐ないままじゃ魔界の連中に笑われちまう。今年はマジモードで行くぜ。来いよ、俺とクッキーの契約を結ぼう。あなたの覚悟しかと受け止めました。ならば私も全力でお相手いたしましょう。挑戦するは予選上位のこの男。今年の運命の女神はニコイチ主従のどちらに微笑むのか。お堅い副官の甘いささやきが聞けるのはナイトコンテスト限定のレアモンだぜ。赤眼の苦労人ナチーン。アストルティアの皆さん、今年もお招きに預かり感謝する。さあ再び我が手を取りたまえ、魔界とアストルティア二つの世界の協調を私たちで体現しよう。はあ、
だまだ予選突破の猛者は続くぜ。お次はみんなお待ちかねのこいつが登場だ。瞳の真実ゴーグルに隠し、探求するは奇跡の秘宝か永遠の愛か。博識なる探求者ラウル。みんないい面構えをしているな。相手にとって不足はない。俺は今一度ナイトの座に挑む。応援してくれた皆のために。いや、言い訳だな。これは俺自身のため。失ってしまった大切なものを何としても取り戻したいんだ。どうか君たちの力を貸してくれ。予選を突破した参加者ラストはお久しぶりのこいつの登場だ。頭脳で勝負なら優勝確実。ナイトコンテスト攻略計画は長き眠りの間にたっぷり立ててきたぜ。マッドなパパとスイートなママの愛の結晶は栄光をつかめるのか。予言された救世主ブクラス。この楽しい催しにまた参加できるなんてすごく光栄だよ。みんな僕のことを応援してくれてありがとう。この日のために食べると幸福になれる美味しいクッキーのレシピを編み出してきたんだ。僕のクッキーでみんなも美味しさ新発見してほしいな。それじゃあ絶対食べに来てね。予選上位組はここまで。さあさあ、お次はファルパパちゃんによる特別推薦枠2名をご紹介だよ。デコッパチもずっとももこいつが元祖なのにまさかの初登場。初期面の底力を見せてやれ。もうあの頃の子供じゃない。覇者船師の腕もボディも鍛えてきたぜ。500年のマブダチエルジュ。ここでお菓子を配ることがアストルティアの平和につながるって死に説明されたんだけど本当なのか。まあいい、これも修行の一環だ。やると決めたからには全力でやり遂げてみせるさ。来い、僕のクッキーは逃げも隠れもしないぞ。全ての種族の架け橋になってやる。ラストは特別推薦枠2人目のこいつだ。まばたき厳禁。最後の参加者の姿をよーくその目に焼き付けろ。勇者と盟友の伝説はここから始まった。どんな過酷な運命だって勇者パワーで乗り越えるぜ。大魔王には面も強いが盟友には弱いお人よし。光と影の初代勇者アシュレイ。なんだよ、レオのやつ来てねえのか。ちょっとぐらい兄ちゃんを応援してくれてもバチは当たんねえだろうに。すまねえな、ハイカラな祭りに招いてくれてありがとうよ。俺が噂の初代勇者さ。勝負ってのは勝たなきゃ意味がねえ。当然ナイトの座を狙ってくつもりだ。勇者の力見せてやるぜ。以上
8名の個性豊かな参加者たちがアストルティアナイトの座をかけてコンテストを争っちゃうよ。栄光の座に輝くのは誰か、それを決めるのはここにいる君なんだよ。さてどうどう、超すごい奴らが大集合だけど、正直誰が好みなのかな。アストルティアナイトにふさわしいと思う参加者を選んだら、君の清き一票を投票すべし。投票は私の可愛い妹、集計係モカのところで受け付けてるからね。ナイトに投票し終わったら話すことがあるから、メリルのところに来るべし。外で待ってるから約束だよ。Thank you.